皆さんこんばんは、クリスタルです。初めてご覧になる方のためにちょっとだけ説明しますね。私はスペインに住んでまして、スペインっていうのはどこでも大体2時間でヨーロッパの国に行かれてしまうので、ここで情報が割合に入ってきます。で、日本でいうと中国韓国の情報がものすごく多いように、ここもヨーロッパの中ですから、たくさん情報が入ってくるんですね。それで、ここから皆さんにいち早くニュースをお届けするっていうのが私の使命です。っていうか自分で決めてるんです。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日は移民問題です。そんなヨーロッパの移民なんか日本に関係ない、関係あるんです。これね、私いつもこの移民についてはとても心配してたんですね。日本で起きるんじゃないのかなと思って。ですからこのギリシャのね、ギリシャで今起きてることをちょっと考えてみてください。日本もね、対岸の火事じゃないんです。実はですね、ギリシャっていうのは2010年に通貨危機がありましたね。それからもう10年です。通貨危機からまだ出し切れてないギリシャは、これに加えて移民問題が今爆発しそうになってます。っていうのも、皆さんよくご存知と思うんですけれども、シリアでは内戦が続き、アフガニスタンやイラクやあの辺の国からの難民がみんなギリシャに集まってるんです。っていうのも2016年からヨーロッパの各国は受け入れ拒否の体制に入ってきて、国境の警備が強化されてるんですね。そうすると移民の人たちはゴムボートに乗ってエーゲ海を渡って、まずギリシャの島に着こうとするんです。聞いたことあると思うんですけど、レスボス島っていうのやらなかったですか？ほら、ギリシャ、ローマの頃に。レスボス島、レスビアンで有名な発祥の島とか言われた。あそこの島が大変なことになってます。っていうのは、シリアの難民ルートっていうのは、トルコからギリシャのレスボス島に渡って、そこで許可が下りるのを待って、アテネ。そしてアテネにとどまらずにドイツに行きたいと思ってるんです。ですから最終希望地はドイツなんですね。で、一時一日に1000人近いシリア人がドイツへ行ってました。でもほら、今ドイツもものすごく苦しんでるじゃないですか。それで、ギリシャの島々に、主に東側ですね、こうやってきて、ギリシャの島々に、キャンプができてるんですけれども、その人道的な支援としてもう放っておけないんですよ。毎日毎日ものすごい人が来るんで。それで EU からも少しお金が出てて、で、要するに人道的検知っていうのが、これが鍵です。日本もこれ出されたらとっても大変なことになります。っていうのは、ギリシャの島々にエーゲ海からの移民難民が殺到して、キャンプが過密になってます。例えば650人収容限度になっているところに、もう6倍も10倍も人が来てるんですね。ですから衛生状況ももちろん悪いですし、もうあらゆることが足らなくなってるんですね。で、これはトルコがシリアのクルド人武装勢力に攻撃する前からあったことです。ですから、この難民急増問題っていうのはもう前からずっとあったんですね。で、EU トルコ間で難民協定が結ばれて、EU は支援金として60億ユーロをまあ提供して、今、ギリシャはこんなんじゃ全然足らないから通貨資金を求めてます。その他に、EU はもう仕方がないので、これね、難民来たらトルコに送り返しなさいって言うんですね。でもね、だってほら、飲まず食わずで来て、小さい子供なんかもいて、もうすでに健康状態悪くついたりなんかしてて、これをね、送り返すっていうのね、国外追放しろって言ってるんですよ、EU はもう積極的に。ところがね、これね、EU がやってくれるならいいですよ。でもね、やるのは、ギリシャ人でしょ。そうするとね、このシリアの難民が最近あったことなんですけれども、一旦スイスに逃げてから、まあいろんな手続きをして、スイスに逃げてからギリシャ政府を訴えてるんですね。たった一人でですよ、たった一人でもな、1000万とか2000万とかそういうお金を訴えてるんですね。ですからほらね、軒を貸して母親を取られるって言われるでしょ。あの感じで、その情をかけてよくしてあげても、劣悪な状況で自分はこんな目に遭ったとか、まあ国境警備隊にぶたれたとか殴られたとかってね、難民が要するに、違法で来ていながら、自分はこんなひどい目に遭ったって訴えるわけですよ。
で今は昔と違って全てがインターネットやなんかで世界中回っちゃうでしょ。だから昨日もそうなんですけれども、腕のところものすごい殴られてあざになってるその難民がYouTube でね画像を上げてるんですね。こういうことねされたら一回の終わりで、何にも殴ってなくてもほら揺すられっぱなしの日本は、あの揺すられっぱなしの国から難民来たらどうするんですか。私のこれとっても心配してるんです。それでギリシャの例ですと、今2019年の末で、今ね今月 の、 数値はまだ出てないんですね。2019年 の、 12月末で2000人キャンプのレスボス島のモリアキャンプっていうんですけど、これが2000人キャンプ9倍の1万8000人がいるんです。でシリア、クルド、アラブ、アフガニスタン、パキスタンなんかから来ていて、でそうするともう衛生状況がものすごく悪いので、もう皮膚病になったり、それから難民のね、これかわいそうな人たちがかわいそうな状態でじっとしてるわけじゃないんです。どうしてかっていうと、彼らはもうすでに精神的にやられてるんですね。国で追われて、それからもうすでに病気だったりとか怪我をしてたりとか、それから将来に不安を感じて、だってほら人間って感情がありますからね。ですから戦争ですごく心を病んでて不安症になったりとかいろいろしてるので、そこへ持ってきてものすごい小さなところでもう違法移民としていて、将来が全然見えない、明日のこともわからない状態で、中でね暴発しちゃうんですよ。結局暴力沙汰になったりとかいろいろしちゃうんです。それでもう仕方がなくて、だってほらもう過剰なのに我慢して、ギリシャの人の立場からすると過剰なのに我慢して、人道的にって言うんで我慢してるんですけれども、だって島には島民がいるんですから、そこにもう何十万もの人たちが入ってきちゃって、子供も表に出せないって言ってます。だからやっぱりこの警察が出てきて、その暴力沙汰になったりとか暴発したら催涙ガスをね浴びせるらしいんですよ。呼吸器系の病気になったりとかしちゃうらしいんです。で結局皮膚病になったり呼吸器系の病気になったりとかいろいろして、もう大変なことになってる。そうすると小さな子供でも、もう10歳ぐらいの子供でももう絶望して自殺しようとするって言うんですね。だからまたここで心のケアとかね、もう果てしないんですよ本当に難民ってね。日本は難民に行かないと仮定して、日本はみんなから来られちゃう国だとして仮定した時に、これ大変なんです。人道的に追い返したわけにいかないって言ってとどめておいても恨むんですよ、恨むの。それから恨まなかったとしても、もうその精神状態がもう非常に危機的状況になってしまっているので、彼らの中でもう暴動が起きるんですね。それでもう放火したりとかね、ギリシャで起こってるのがそれです。それで結局言うのは、もう要するにギリシャの人たちはね、ああいうのんびりした人たちなので、今のところは耐えてると、それからテロも起きないけれども、これねよその国でね、どうなのかな、こんなんしたら大変なんじゃないのかな。でそれで EU ではチェコとかハンガリーとかポーランドにも受け入れるように言っても絶対に嫌だって拒否してるんですね。だってこれね分かるんですよ、だって一度入ってきちゃったらもう再現がないから、ほらこうやってギリシャのように。でまあこういう EU の方ではお金も出すけれども、もうそれにも制限が リミットがあると。だからもう強制送還、1万人はトルコに返せって言ってるんですけど、彼らは命がけで来たのにトルコに返されたらまた自分の国に返されちゃうから、もうどんなにしても帰りたくないって言ってるんですね。どうします、第一次で受け入れちゃったら、もうこれはここでどんどん留め置かれて、もうそれこそ書類をねもう上げてアテネに一度移して、アテネからドイツとかって他のヨーロッパの国に分散させるって言っても、それがうまくいかないんですよ。だってみんな嫌だから。そうするともう強制送還しろっていうことになってて、するとね今度何が起きるかっていうと、この人権団体、例えばギリシャの中の人権団体が今度騒ぎを起こすんですよ。人道的にそんなことできないって。だからもう思想の内戦状態みたいになるわけですね。私これ見てもう本当に明日は我が身だと思いました。
ね、憂鬱な話題で申し訳ないんだけれども、日本みたいにいつも強く出られない国はどうするのかなって、私もうね10年も15年も前から思ってました。だから来られちゃうとしたら中国とか朝鮮でしょ、ね、たったの200数十人を受け入れたために今どうなってます？徴用工だのなんだの慰安婦だの、ああいう国がね、今度難民になってきた時にまた日本政府を相手取って訴える、もう火を見るよりも明らかですよね。だからその移民に対する法律をしっかりもう作らないといけなくて、その移民だけじゃなくて移民の他に難民ですね、それから人権団体をどうするのか、今日本にある、これがものすごく厳しい問題です。さて、今日はこういう重要な問題で、これはね皆さん金融危機にものすごく神経を集中してらっしゃるけど、金融危機なんか笑っちゃうぐらいの大変なことになりますよ。予算にしても、それから社会的な不安にしても、ものすごく問題です、これは。だから考えとかないといけないし、皆さんどうぞ地元の議員にファクスを送ってください。日本国内でできるのは、ストを起こすか、地元の議員にファクスを送るか。これですね、首相官邸にも送ってください。ぜひお願いします。ではまた明日お会いしましょう。よかったなと思ったらグッドボタンをお願いします。やっと言えた。いつも言えなかったんだけど。では、ごきげんよう。